おす、先ほどはこの手とか腕に、感覚を、要請するということがありましたけど、今度は指ですね。指を自由自在に動かせるようにするためにこういう、ボール、球ですね、球を回します。でこれは別に特別な練習ではなくて、中国などでは老人の、老化防止とかいうようなことに使われているような一般的なものですが、護身術をマスターするのにも、必要というかやれた方が便利な部分であるんで、1日に何回ということはないんですけども、自分の身近なところに置いといて、ちょっと遊び半分にですね、1日に何十回かでもやってるとですね、最初のうちはうまくいきませんが、自由に指が遅れるようにこうなっていきます。はい、以上です。おっす。